はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はシリーズ2登場も近づき、そろそろ OB 第1弾についても気になってくるということで、 OB 第1弾についての完結まとめ、登場選手予想をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずは OB 第1弾の登場日に関してです。直近3年間の OB 第1弾登場日を見てみると、2021年22年が9月27日、2023年が9月29日となっています。今年も無難に9月末の登場になりそうです。続いてガチャ形式に関してです。 OB 第1弾のガチャ形式は30連目 S ランク OB の選手1人確定となっており、1チーム確定はありません。欲しい選手がいる場合はランキングを走ることになるでしょう。スピリッツは4700のため熾烈な争いが予想されます。続いてイベントに関してです。 OB 第1弾ではボーナスありのランキングイベントが予想されます。ここで直近できているランキングイベントを見てみると、2月22日からターニングポイント、3月7日からバッティングトラベラー、4月25日からプロスピー応援団、5月23日から必勝アリーナ、6月20日から熱湯スタジアム、7月26日からプロスピーヒーローズとなっています。予想としては本命がターニングポイント、対抗がプロスピー応援団とさせていただきます。続いて累計配布に関してです。 OB 第1弾では OB 第1弾の選手確定の S ランク契約書が用意されています。スピリッツ4700の選手が必ず1人手に入るわけなので、重要な累計開封になってくるでしょう。積極的に限界突破コーチも使うことになると思います。続いてイベント登場2日後に来る A ランク以上確定スカウトに関してです。今回はボーナスありのイベントのため、ランキング勢のみ3回もしくは5回引いていきましょう。累計回収勢はスルーで大丈夫です。OB 第1弾に関しての完結まとめは以上となります。続いては登場選手予想の方に入っていきます。第1弾はかなり候補選手がいるため、無限の予想ができる状況です。皆さんも一緒に予想してみてください。まずは阪神田淵選手と予想します。田淵選手の阪神版は2016、18、20、22年に登場しており、昨年は西武で来ているため、今年は阪神で来そうでしょう。デフォルトパワー A に乗っており、称号でミート A が可能です。守備はメインのキャッチャー適性 B となっており、貴重なアーティストとなっています。限界突破でファーストも可能です。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いて広島新規霊翔太選手と予想します。翔太選手はパープロ2024の OB として掲載されていたので、プロスピで出してくると予想しました。登場となれば1988年の打率3割4分3ホーマー23打点の成績で登場するでしょう。輸送能力はミートから順に84、59、80とさせていただきます。ポジションはセカンドの選手です。続いて横浜ウッズ選手と予想します。ウッズ選手の横浜版は2022年に登場しており、昨年は中日版で来ているため、今年は来る可能性が高いでしょう。デフォルトパワー A に乗っており、称号でミート A が可能です。守備はメインのファースト適正 E となっており、特殊で D が可能になります。特殊能力には広角打法がついており、パワーヒッターの強角外によっては最強選手になるでしょう。続いて巨人牧原選手と予想します。牧原選手は2018-21年に登場しており、周期的には今年来る可能性は高いでしょう。デフォルト球威に乗っており、称号でスタミナ A が可能です。球種は3球種となっており、限界突破で先発中継ぎ抑えの全てが可能になります。リア対面は厳しめです。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いてヤクルト金田選手と予想します。金田選手は2020-22年に登場しており、周期的には今年来る可能性が高いでしょう。デフォルト球威スタミナ A 同値となっており、リーグでかなり強めです。球種は3球種となっており、限界突破なしで中継ぎも可能になります。球速速くドロップカーブ2種でリアタイでも使えそうです。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いて中日荒木選手と予想します。荒木選手は2018-19-20-22年に登場しており、1年空いているため来る可能性が高いでしょう。 OB では新規になります。完全走力型となっており、称号でミート A が可能です。守備はメインのセカンド適正 A となっており、限界突破でショート外野全てが可能になります。守備走塁盗塁全て積極が魅力的です。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いてオリ
リックス糸井選手と予想します。糸井選手のオリックス版は2019-21年に登場しており、昨年は日本ハム、一昨年は阪神版できているため、今年はオリックスの可能性が高いでしょう。デフォルトミート走力 A 同値となっており、貴重なラインドライブです。守備はメインのライト適正 B となっており、限界突破で外野全てが可能になります。特殊能力には超広角打法がついており、リアタイでの打ちやすさは抜群でしょう。続いてロッテ山内選手と予想します。山内選手は2020-22年に登場しており、今年は登場する周期でしょう。デフォルトミパエ同士となっており、リーグ最強選手です。守備はメインのレフト適正 B となっており、限界突破でライトが可能になります。裏捨てもよく、弾道アーチストのためリアタイで使いやすそうです。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いてソフトバンク川崎選手と予想します。川崎選手は2020-22年に登場しており、今年は来る周期でしょう。デフォルト走力型となっており、称号でミート A、 ミート型が可能です。守備はメインのショート適正 B となっており、限界突破でセカンドサードが可能になります。特殊能力はご覧の通りです。続いて楽天有目選手と予想します。有目選手は2020-22年に登場しており、今年は来る周期でしょう。デフォルト球威型となっており、称号で球威 A が可能です。球種は4球種となっており、限界突破で先発中継ぎ抑えの全てが可能になります。スライダーを2種類持っているので、純正リアタイで面白いでしょう。特殊能力はご覧の通りとなっています。続いて西武塩崎選手と予想します。塩崎選手は2020年に登場しており、今年来てもおかしくないでしょう。デフォルト球威に乗っており、リーグで使いやすいと思います。球種は3球種となっており、限界突破で抑えが可能です。大きなスロー、シンカー、特殊能力にはタイピンチがついているので、純正リアタイで面白いでしょう。続いて日本ハム大杉選手と予想します。大杉選手は2020-22年に登場しており、今年は来る周期でしょう。デフォルトミパエに乗っており、称号でミパエ同値が可能です。守備はメインのファースト適正 D となっており、特殊レシーが可能になります。特殊能力はご覧の通りです。OB 第1弾についての完結まとめ、登場選手予想は以上となります。欲しい選手はどのくらいいたでしょうか。第1弾は比較的豪華なラインナップになり、スピリッツも4700ということで重要度が高めになると思います。登場を楽しみに待っておきましょう。この情報が良かった方、 OB 第1弾の登場が楽しみな方、ぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いて日付変わって撮影している21日2時現在、毎回恒例のイベント途中経過です。イベント攻略動画で解説した通り、今のところ自然回復で進めている自分の進捗状況としては、所持投票券2233枚となっています。イベント終了直前に競っている選手に投票するため、累計は進めていない形です。累計分の枚数は余裕を持って集まるペースだと言えるでしょう。住みの目安としたい方は参考にしてください。続いて昨日の更新で S ランク限界突破コーチ付きスカウトが来たということで、こちらの方を引いていきたいと思います。お願いします。10連目のね、 A ランク自チーム確定はヤクルトの村上選手狙いでヤクルトで引いている形です。まあ、村上選手の A ランクね、まあ、ミパ同値で称号要因狙いで引くんですけど、まあ、なかなか難しい称号チャレンジにはなっています。さあ、まあ S ランクは来なそうですかね。スキップしたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日は動画のお休みをいただき、明後日はイベント更新日ということで、イベント攻略動画を上げる予定です。よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。